斉藤俊夫は愛知県岡崎市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ、宇藤右内。高校時代は強打の保守として知られ、通算47本塁打を放つ。卒業後は三菱自動車岡崎に入社、第75回とした移行野球大会では控えながらベスト4。2004年に発覚した三菱リコール隠し問題の 余波で野球部の活動が休止するうきめに遭う。2004年度ドラフト会議にて、横浜ベイスターズから従順目指名を受けて入団。横浜時代2006年には、プロの二軍選手と大学生を中心に編成される、プレオリンピックの野球日本代表に選出された。2007年には、北京プレオリンピック野球日本代表に選出され、聖保守として、全勝、金メダル獲得に貢献した。 2008年3月30日の対、阪神タイガース戦に途中出場で1、軍発出場を果たす。4月2日の対東京ヤクルトスワローズ戦でも途中、出場を果たし、1軍発打席に立つ。4月6日の対広島東洋カープ戦に、先発出場し、初安打、初得点、初猛打賞と活躍した。この年、正捕手の相川良二が故障続きだったこともあって、 チームの若手企業も増え、シーズン終盤からスタメン出場の機会が与えられるようになった。2009年は、野口す弘、ろ、西山田武と共に開幕一軍に名を連ねるも20試合の出場に止まり、相川遺跡後の正捕手争いでは、細山田の他に、新沼晋二、竹山慎吾に一歩をくれる結果となった。シーズン終了後の11月9日、 清水直行との交換トレードで、ナスの匠と共に、千葉ロッテマリーンズへ移籍。2010年は主に、的場直樹のバックアップを務める形で21試合に出場。21試合は、聖保資格の里崎智也と的場に次ぐ数字で、クライマックスシリーズでも1試合ながら、ベンチ入りを果たし、日本シリーズでも、出場有資格者選手の40名枠に食い込んだ。 2011年1月22日、高原一博との交換トレードで、オリックスバファローズへ移籍。2011年は、正保守不在の状態で、保守陣の一翼を担い、35試合に出場。守備では7つの保一を記録したものの、打撃では前年までの通算安打数と同数である17、安打、打率、243を記録した。なお、社会人時代と、 マリーンズでチームメイトだった竹原直隆も4月29日にトレードで加入してきたため同選手と兄チーム続けて同じユニフォームを着ることとなった2012年は開幕1組入りを果たし伊藤光と共にスタメンマスクをかぶり続けたしかし8月19日の対ソフトバンク戦で投手陣の崩壊を招いたことで 岡田秋信監督の不況を買い、翌日に伊藤と共に登録抹消され、その後は最初を確することなくシーズンを終えた。それでも自己最多の51試合に出場し、19安打、6打点を記録した。2013年も開幕1軍入りを果たしたものの、移籍後ワーストのシーズン成績だった。2014年2015年には1軍公式戦上の、 出場機会がなく2016年も1試合の出場にとどまった2016年10月25日に戦力外通告を受けたことを機に現役を引退12月2日付で NPB から自由契約選手として講示されたオリックス球団に引き続き在籍2017年からスコアラーを務める2018年から2019年はに軍育成コーチ 2020年からは2軍、バッテリーコーチ、8月21日から1軍、バッテリーコーチを務める。2類送球タイムが1秒79を記録するなど、NPB トップクラスの強権の持ち主。2軍の公式戦では、保守としての投塁阻止率が4割に達したシーズンがある一方で、3類手として出場することもあった。打率こそ安定しないものの、 打撃にも意外性と一発長打を秘めていた。ありがとうございます。